さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでエクササイズ用の曲を作るというこのプロジェクト。今、イントロ部分が一応の完成を見たところです。後でいじくるかもしれませんが、一応こんなもんだろうというものができました。ここからですね、決めの部分を作りたいと思います。はい。決めの部分ですね。なんていうか、こう、ジャッジャッジャッと来るような、ジャッジャッジャッと来て、こう、やる気が湧き立つような、エクササイズ用ですから、はい。そういうところを、ちょっと入れていこうかなと思います。はい。そうですね。はい。結構大変だと思うんですが、はい。なので、楽器ごとに多分やることになると思います。はい。で、その前にですね、ちょっとこの曲なんですけど、10分間エクササイズにしたいんで、150小節まで伸ばしたいと思います。曲を。テンポ120で4拍子の曲だと、150小節で、ていうか15小節で1分。150小節で、まあ、10分ということになるんで。で、10分といっても、10分で終わりという音をこう最後に出すんで、まあ、154小節ぐらいまで曲としてはあるのかなと。で、まあ、ビートが流れてるっていうか、音が鳴ってる、こう、リズムが鳴ってる時間は150小節までという感じですかね。はい。そんな風にしていきたいと思います。はい。ではですね、今回はストリングスからですね。はい。ストリングスからいきます。ストリングスを選んで、上からいきましょう。上からいきましょう。ね。はい。上からいきましょう。どんな長さがあるかな。はい、で、ストリングスは立ち上がりが遅いですからね、ちょっと音ちゃんと出すために、8分音符にしてます。はい。16分音符の方がキレはいいんですけどね。キレよりもちゃんと音が聞こえることの方を重要視しないとダメですよね。はい。で、これを、あ、そうだ、ここを、こうでした。で、これが、そうでいい。よし。はい。で、で、じゃあ上から作ろう。で、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 
よし。はい、できた。で。で。で。はい、こんな感じですね。はい。じゃあ次。次は音を作っていかないといけないですね。ソジビジビとあるのでジビディが欲しい。ディが欲しい。ディはここにいる。はい。ディはここにいる。はい、じゃあここにも D を入れる。 D G B D F F の近くにいるやつがいた。ここだ。F の近くにいるやつがいた。はい。で、となると A がいる。 A がいる。よし、A に上がる。はい。次 F。F のコード。F メジャー7。F。F と C がいる。F と C がいるということは、A が欲しい。A はここにいる。はい。はい。F はここにいる。ちょっと待って、 F じゃなくて A ね A で B が欲しいんだけど、 B と G が来るから、 B と G が来るから、 B と G が来るから、ん、違う D B、 え、ちょっと待って E と G が来るからB じゃなくて E だよE と E が来て、はい、で G でしょ。はい、あ、ずれた、はい、 G で E は E と E が来てるから G が欲しい。で G がいる。G がいる。G。はい。次。E, G, B が欲しい。B 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 がここに作れる。
ーがここに作れる。はい、次 D が欲しい。 D が欲しいから E からここに下がってもらおう。はい、下がってもらおう。で、はい、最後は D と G があるから B が欲しい。 B が欲しいんだが、これ最後ソに戻らなきゃいけないよね。これもここに戻らなきゃいけないのか。残ってるのは BDF か。 BDF。 じゃあこれ D だな。 BDF。 これ F だな。はい、これでまた戻りやすい。はい、 BDF。 BDF、 BDF だからこれが B ね。 B、こいつだけ結構下がる感じになるけど、まあいいか。うん、犠牲になってもらおう。よし、 BDF。 できてる。よしよしよし。はい、じゃあこれを、はい、ここに持ってきて、ペーストでうまくいってくれる？おっし、大丈夫？途切れてない？大丈夫だね、同じタブの中に入ってるね。よし、はい、じゃあポンポンと、はい、はいはいはい、できたよ。はい、できました。はい、できました。聞いてみましょう。これだけでわかるかな、皆さんに何がやりたいのか。はい、ワン、ツー、スリー、フォですね。ちょっと違うかな、コードが。違うかな、もしかしてコードが間違えてるかな、コードが。最後ねえ、B だよね。B だよね。B じゃん。B だと DFA じゃん。 D、 これ F になってる。次は A、
これ A でいいんだよ。はい。もう完璧じゃん、これで。はい。はい。じゃあこれ消しまーす。はい、バックスペースで消した。はい、もう一回やり直し、コピーを。すいません、皆さん。すいません。コード間違えました、私が。ポップスに慣れてないもんでね。すいませんね。ちょっとクラシック的にいっちゃいました。はい、これで OK。 ポンポンポン。はい、これで聞いてみましょう。こんな感じです。はい。これで、とりあえず今回はおしまいにしたいと思います。はい。では、また、そうですね。はい。次の配信で、また別の楽器を入れていきたいと思います。一応これをサビとしたいと思います。はい。サビ。これがサビですね。はい。はい。では、また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。